大谷の球場入り、エンゼルスの大谷は23日、ロッキーズ戦で日米通算200号を放つなど、5打数3安打1打点だった。この日から敵地での3連戦を前に、球団公式ツイッターは、球場入りの様子を公開、黒コーデにカラフルなスニーカーを履き、微笑みながら歩く姿に、ファンは、今日も尊いですありがとうございます。大好きブラックコーデ、やっぱり大谷さんが履いてるニューバランスのスニーカー可愛いなぁと注目した。真っ黒やけど、ユニコーン色の靴が可愛いコーデ、覗く腕の筋肉の線がえぐい、何持ってるねん。核のボタン持ってるって言われても違和感ないわ。ケースもケースなだけに。ケースの中には何が入ってるんや？ガチで食べ物じゃないか。異物混入されんようにロックして、プロテインとかか？枕やろ。一平だろ。球場入りする時の、この嬉しそうな顔と雰囲気は、太陽そのものや、野球楽しんでそうで何よりだわ。なんか楽しいことでもあったのか？次の試合の楽しみもあるだろうし、オールスター戦が一発で決まったからか？笑う角には福来たるやぞ。いい笑顔でたまらんわ。大谷は、本来オシャレには無頓着だよな。ただこのシンプルな感じはかっこええわ。スポンサーが提供してくれたもの着とけば、失敗しないからな。今のこんな環境は、野球以外の余計なことに頭を回さなくてもいいから、大谷も満足だろうな。顔もスタイルもいいから、何を着ても似合うな。着るものに無頓着な高校生か。完全に暗殺者の休日。やはりケースに一平が入っていたのか。大谷、組み立て式一平さんです。このチャンネルでは、大谷選手の動画を中心に毎日更新中です。毎日更新頑張るので、よかったらチャンネル登録だけお願いします。